時々アンパンチで遊んでみるよ。スティックを刺してバイキンマンを飛ばすんだって。ドキドキするね。それじゃあ開けてみよう。わあ、いっぱい入ってるね。バイキンマンはバイキン城のここにセットして飛ばすんだって。それじゃあ遊ぶ準備をしてくよ。できた。それじゃあ早速遊ぼう。ルールはバイキンマンを飛ばした人の勝ち。アンパンマンからいくよ。アンスティック。次はメロンパンナちゃん、メロンスティック。次は食パンマンこの調子でうまくやって、この仕事から足を洗うんだ。国に帰ったら食パンスティック。あー、飛んだ飛んだ飛んだ。この勝負、食パンマンの勝ち。次は2回戦。回転するバイキン城にスティックを刺していこう。用意、スタート。メロンスティック、アンスティック、カレースティック、食パンスティック、メロンスティック、アンスティック、カレースティック、食パンスティック、メロンスティック。今度こそこの調子でうまくやって、この仕事から足を洗うぞ。アンスティック、飛んだ飛んだ飛んだ。2回戦はアンパンマンの勝ち。最後はバイキン城に捕まったバタコさんを助けよう。助けて。用意、スタート。アンスティック、食パンスティック、カレースティック、メロンスティック、メロンスティック、カレースティック、アンスティック、メロンスティック、食パンスティック、アンスティック、カレースティック。飛んだ飛んだ飛んだ。あれー、やったー、やりました。カレーパンマンがお助けしましたぞ。ドキドキアンパンチどうだったかな。ドキドキしながらみんなで遊んでみてね。みんなー、コマンタレブー。今日のアンパンキッズ TV は芽生え7月号、アンパンマン水塗り絵で遊んでみるっす。早速芽生え7月号を開いて、やった、アンパンマンどんぶり屋さんへようこそ。いただきます。お兄さん、どんぶりもいいっすけど野菜食べたっすか。同じ芽生え7月号に水塗り絵があるっす。野菜もちゃんと食べるっすよ。マジかよ。でも塗り絵は面白そうだし、まずは切り取って。お兄さん、ちょっと待つっす。ハサミを使うときはハサミの向こう側に手を置いちゃダメっす。そっか、危ない危ない。ほい。それじゃあお兄さん、水を用意して塗ってみるっす。おお、水をつけただけなのに色が出てきた。面白い。あ、アンパンマンだね。これは何色？しっかりしてくれっす。これは橙色っすよ。ちょっと茶色っぽくない？まあ次行ってみるっす。次はトマトっす。すげー、また水をつけただけなのに今度は違う色が出てきた。トマトちゃんは赤色だね。大正解っす。よし、どんどん行くよ。アンパンマンが持っているこれは
お兄さん、画面の前のお友達の方がもう答えを知ってるっす。あ、ピーマンだ。ピーマンは緑色だね。どんどん行くっすよ。次はナスコさんっす。ナスコさんの色は紫だね。オクラちゃんも行くっすよ。オクラちゃんは緑だ。コーンくんは黄色だね。あれ？手に持ってるトウモロコシは緑色だね。お兄さん、トウモロコシは葉っぱにくるまってるんで、外側は緑色なんすよ。そっか、外側は葉っぱなんだね。この調子でもう一枚行ってみるっす。よっしゃ、行ってみよう。ドキンちゃん、コキンちゃん、バイキンマン。あ、バイキンマン塗りすぎちゃった。お兄さん、ついつい紫を塗りすぎちゃってるときは、具合が悪いときか嫌なことがあったときらしいっすよ。最近嫌なことでもあったんすか？え、それはあったけど、アンパンくんが来てくれたから水に溶かした絵の具みたいに消えてなくなっちゃったよ。甘い。芽生え7月号、アンパンマン水塗り絵。みんなも上手にできるかな？やってみよう。